はい、皆さんこんにちは、まゆです。ということで今回のお話はホルモン治療なんてやめた方がいいよ。でね、ここまで見た方は結構何言ってんの、この性別違和を抱えてるだからホルモン治療がないと生きていけないでしょみたいなことをいうふうに言われるかもしれないんですけど、私適応障害になって心療内科に通うようになって、この間初めて、もう1年ぐらい通ってるんだけど、私そこで初めて、この間ね、初めて自分はトランス女性なんです、もともと男性だったんですっていうふうに、ね、カミングアウトしたら、まあ分かんなかったみたいな感じ、分かんなかった、そして今のその鬱がどっから来てるのかも分かったっていうふうにおっしゃっていただきました。結論から申しますと、トランスジェンダーは病みます。ホルモン治療って病むんですよ、本当に。メンが減らる、メンタルが減らる、メンヘラマジでマジで。なんかそう、女性ホルモンの影響で鬱になることを、なんか鬱になるんだって、人って。例えば更年期上、更年期迎えた女性、更年期障害に鬱っていうのもありますし、生理前っていうのがまさにその私たちと同じ状態で鬱になりやすいっていう風に言われてるんですけど、まあ、心が安定しませんということですね。だからホルモンしてもないのに今鬱とか今病んでますっていう人が女性ホルモン打ったらもっと病むよ性別違和でまず病んでますとか、めちゃめちゃメンヘラな MTF さんってめちゃめちゃいるんだよね。そう、もう私も含めてなんだけど。でしかもまだ診断されてなくてホルモン治療をしてないけど病んでる人もいるの。それに覆いかぶさるようにホルモン治療をすると、さらにそのうつっていうのが覆いかぶさって辛くなるんですよね。面が減らる、本当に。なので自分でなんかフライングホルモンっていうか、自分で個人輸入してやってる人は私はおすすめしないんだけど、マジで気をつけた方がいい、ちゃんと主治医のもと量の調整だとか、頻度の調整とかしてやってる分には全然いいと思うんだけど、そうやってなんか自分の知識だけでとかだと結構怖い薬なので、まあね、ホルモン注射の方が効果はすごいんだけど、錠剤でも全くないってわけじゃないと思うから、マジでそこは気をつけてほしいなっていうふうに思いますね。でさらに私なんてもう男性の生殖能力をもう全て取ってるので、男性ホルモンすら作られないんで、体にホルモンっていうホルモンがなくなるんですよ。性ホルモンっていうものがそもそもがなくなるんですよ。だからもう鬱に加えて合併症も多くなるし、骨粗鬆症とかね、言えてないね、すいません、もう言いません、拗ねた。まあね、そういったホルモン、性ホルモンがなくなって起こる、更年期障害っていうものはめちゃめちゃ幅広くいろんなところに作用してくるので、なかなか危ないのでね、皆さんに、これからホルモンされる方、個人輸入でされてる方には本当に気をつけていただきたいなっていうふうに思います。本当心に余裕がある時とか、全然落ち込みとかないとか、全然メンヘラってないみたいな、そういう人なら、これからもしかしたら女性ホルモン投与とか手術の影響で鬱になるかもしれないから気をつけてねって感じだけど、今まさに落ち込んでます、鬱です、メンヘラです、精神病抱えてますっていう人が、ホルモン注射したいです、ホルモン治療したいです、錠剤飲みたいです。今日噛みすぎじゃん。ちょっともうちょっとね、ゆっくり自分に余裕を持ってからの方がいいんじゃないって思う。それでもホルモン治療で自分の体を女っぽくしたいんです。ホルモン治療では何も変わらないんですよ。顔つきとか可愛くなるためにホルモン治療で何とかしたいんです。努力しようよ他のところでって思うんだ、体の身体的治療はさ、最終段階だと思って、どうにも
どうにもこうにも違和感がなくならないとか、どうにもこうにも女っぽくなれないっていう人は、まあね、早く診断書もらって治療始めればいいんだけど、まだ努力も何もしてない状態ですぐに女の子になれるって思って女性ホルモンはしないことということで、はい、これから治療が始まるトランスジェンダーの皆さんへ、この動画が参考になりましたらぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。モチベーションにつながるのでどうか。 TikTok、Twitter、Instagram やってます。フォローの方よろしくお願いします。概要欄にサブチャンネル貼ってあるのでぜひ見てみてね。ということで終わります。じゃあね。